選曲的な部分とか、まあ、ワードプレイ全部が面白いな。そうですね、もう鉄板というか、まあどの動画見てても、まあ、大体出てくる。ああすごい、それはすごいですね、うん、それいいかもしれないですね。 MHF チャンネルチクチク、こんにちは、 DJ LEGO です。よろしくお願いします。今年最後の撮影ということで、はい、12月30日今、うん、撮影しております、はい、これ動画アップロードされる頃はもう明けおめ、ね、次の年、はい、明けおめで2020年になってることかと思いますが、はい、2019年を締めくくりにあたって、はい、スクラッチ DJ のベスト2019年誰が良かったか、はい、あとクラブでヒットした曲、はい、とあとレゴさんのおすすめ、うん、っていうところも合わせて教えていただきたいなと。はい。あと、うち DJ 機材頑張って販売しておりますので、はい。レゴさんが考える2019年ベスト機材、うん、はい。っていうところもご紹介いただければなと思いました。はい。はい。その3本立てでお願いしたいと思います。はい。お願いします。本日、動画4本撮りでやっておりまして、はい、この話何度もしておりますが、うん、2019年の話で、明けおめの話みたいなことをしておりますが、はい、他の動画で、上がっていて、また重複するお話、お見苦しい点出るかと思いますが、どこで、どういう風で、動画を見ていただくかわからないので、そういう人のために何度もご紹介したいなという意味で説明させていただいております。はい、それで、当店からのお知らせ、クレジットカードを、別サイトでやっておりましたが、今統合されておりまして、クレジットカードを入力1回したら会員登録で紐付いてお使いになれるようになっております。あと楽天ペイ、アマゾンペイ、便利に使えるようになっておりますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。では2019年締めくくるベストスクラッチ DJ、うん、はい、教えていただけないでしょうか。はい、マイルズメディアナ、ちょっとメディアなで読み方間違ったらすいませんけど、まあ、今年に限らずなんですけど、僕が今年見つけただけですごいかっこいいので、よかったらまあぜひ YouTube などで見てもらいたいと思います。概要欄に、うん、おすすめの動画貼らさせていただきますので、はい、ぜひチェックしていただいて、ね、私も先ほど少し拝見させていただいたんですけど、うん、やっぱそつなくスマートにね、スクラッチとか選曲とかやってる感じで、はい、うん、やっぱそれで新しさも感じるようなところもあって、さすがレゴさん選ぶだけというところで新鮮味を感じました、はい、レゴさんはこの人なんでおすすめとか、はい、そうですね、まあ、スクラッチがうまいとかそういうのはもちろんなんですけど、すごい選曲的な部分とか、まあ、曲のつなぎ方であったりとか、まあ、ワードプレイが凝ってあったりとか、すごいトータル見て全部が面白いなっていうふうに思ったんで、結構真剣にいろいろ見入ってしまいましたね、これにして。あ、そうなんですね。はい。繋ぐ位置というのは、はい、本来、サビの位置で繋いだりとか、うん、この部分とか、はい、A メロ行く前にとか、うん、B メロ行く前とか、はい、いろいろカットする位置がいろいろあると思うんですけど、はい、ありました。はい。そういうところも多彩に工夫されて、うん、新鮮な感じがあるような、はいはい。そういうことなんですね。あ、そうですね。曲の変える位置もそうですし、変え方、まあ、ループかけてあったりとか、いろいろその工夫を凝らした、そうですね。はい。あるわけですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。あと、やっぱレゴさんは、クラブ DJ としてもうやられていて、はい、現場でのプレイっていうところで、うん、選曲とか、うん、クラブはこんな曲が盛り上がったりとか、うん、お客さんはこういうのが反応いいとか、はい、そういう現場感っていうのはすごく、ホーム DJ だけの方とか、うん、はい、大会だけに特化した方っていうよりは、うん、選曲眼っていうところは、うん、まあ、違った見方をされてると思うんですよね。はい、そういったところで、やっぱレゴさん2019年、クラブとか営業されて、はい、まあ、この曲、これいいだろうっていう、はい、もの、うん、あとご自身のおすすめもあったら教えていただけると。そうですね、ありがたいです。今年のね、まあ一番よくかけて結構どこでも受けたなって思った曲は、オールドタウンロードっていう曲なんですけど、リルナス X ですよね、はい、のオールドタウンロード。これはね、結構みんな合唱するぐらい受けが良くて、はい、で初め出た時は正直こう受けるんかなっていうちょっと自分の中で気持ちはあったんですけど、実際かけてみると結構反応も良くて、だんだんそれを見てるうちに僕もこの曲いいなってなってきましたね。ああ、はい。やっぱ第一印象良くなくても、はい、徐々にじりじり来て癖になっちゃう曲ってありますよね。うん、そうですね。はい。その代表曲が2019年、そうですね。レゴさんのおすすめの、はい、この曲。はい、そうですね。
これも概要欄に貼らさせていただきますので、はい、ぜひチェックお願いします。はい、続いて、うん、第2曲目。2曲目は、2019年の後半になるんですけど、タイガーの A マカレナという曲ですね。これは昔から有名なマカレナの曲をサンプリングしている曲になります。当時、はい、マカレナフィーバーがあって、うん、独特の振り付けが決まっていて、はい、全米もマカレナダンスで大ヒットした曲のリバイバル、うん、そうですね、っていうところで、はい、結構最近旬の旬ですよね。そうです、旬の旬ですね。インスタとかでもみんな結構海外の人らがやってたりしますね。マカレナの振りしてからこの曲に入るみたいな。アレンジかっこいいですよね。かっこいいですね。古さも感じずに、はい、やっぱ今風のアレンジで、はい、とても素晴らしいなと。そうですね。私自身も。はい、続いて、はい、第3曲目。3曲目は、そのクラブ受けとかは特にそんなに感じないんですけど、個人的に結構衝撃やった曲ですね。トニー・レーンの、これもね、曲名がね、読み方間違ってるかもしれないですけど、ジェリー・スプランガー、スプランガー。ちょっと概要欄見てください。はい、で、まあ、読み方さておいて、はい、概要欄で、ポチッとクリックしていただければ、うん、はい、はい。トニー・レーンのこの曲の、まあ、いいところというか、僕が新しいなと思ったのが、だいたいヒップホップってサンプリングの文化があるので、まあ、過去の曲をサンプリングするっていうのは多いんですけど、去年ぐらいから、やたらと2000年代前半の、まあ、僕らが DJ 始めた時ぐらいの曲のサンプリングの曲が増えてきたんですよね。で、それだけでもかなり新鮮やって、いいなと思ったんですけど、さらに加えて、このトニー・レンの今回のアルバムに関しては、当時のサンプリングプラスそのアーティストがフューチャリングで入るっていう、パターンが多くて、で、そういうのがアルバムに3、4曲入ってたんですけど、そのうちの1曲で T-Pain が今回フューチャリングで入ってる曲になるんですけど、これがね、R&B ですごい甘い系なんですけども、かなりいい曲になってます。わかりました。ありがとうございます。はい。じゃあ、その辺も概要欄チェックしていただいて。はい、お願いします。次、このベスト機材。うん、まず、選定の定義からお話しさせていただくと、はい、まずはその、当社でも、購入できて、うん、まあ一般的に購入しやすいもの、うん、一つだけ当社じゃないと買っていただけないものももちろんあるんですけど、うん、まあ基本的な現行機種で、まあ保証もついてるもの、っていうところでご紹介範囲というところで、うん、はい、レゴさんにお願いいたしました。はい、まずはもうレゴさんお気に入りで、これは鉄板だろうっていう機材をちょっとご紹介いただいてもよろしいですか？そうですね。もう鉄板というか、まあどの動画見てても、まあ大体出てくるのがパイオニア DJ の S9。 僕もこれを使ってますけども、まあ、これが今基準になってるというか、再開やったりそういうの DJ の基準になりつつあるかなという機材ですね。往年のもうこれはもうシードというか、はい、はい、もうそうですね、揺るぎないものっていう感じですね、はい、まあ、これ欲しいけどっていうところでみんなが探すとこかなと思いますけどね、うん、他ので、まあこれの対抗馬になったっていうものは、はい、レーンの12、はい、あ、そうですね、とかっていうものになると思いますけど、はい、うん、まあ DMC 大会でものすごくプロモーションされて、はい、うちでもご購入いただいて、うん、もう S9 はもうこれはやばいんじゃないかと思いつつも、そして12ってこう画面もついてますもんね、波形見れたりね。まあでも両者引き分けというか、うん、やっぱりいずれも好評で、そうですね、なんと未だ S9 の方がちょっとよく見るかもしれないですね、続いて今年コスパベストワン機材、実際レゴさんも使っていただいて、うん、これいいぞっていうことになったのが、はいはい、ヌマークのスクラッチですね。はい、いつも当社はレビューさせていただいてるんですけど、はい、レゴさんなりのいいなと思ったところをちょっとご紹介いただいてもよろしいですか？そうですね。ミキサーの時の基準としては、やっぱクロスフェーダーだと思うんですよね。で、これもインのフェーダーが入ってるっていうのと、触った感じすごい使いやすかったので、まずいいなっていうところ。まあ、軽いスムーズ。はい。で、あと、パッドがまあ、4つだけなんですけど、ついてるので、まあ、S9 みたいにここで手元で操作することができる、まあ、フィルターがついてる。これは最近どのミキサーもついてるんですけど、フィルターがついてる。で、あとはここのオンとホールドがついてる。それに対するエフェクトが6個ついてるので、かなりいいなと思いましたね、この辺は。これでディレイとか、はい、急を要するようなスピードを要するようなエフェクターも出しと、うん、はい、そうです、トリガーのように使えると、はい、なおかつセラーと内蔵インターフェースいらないので、コスパ本当むちゃくちゃいいですね。本当はセラーとの DBS ライセンス、うん、クラブキットっていうのを別途買わないといけないんですけど、はい、これにクラブキットの DBS ライセンスも入ってるので、はい、これを買ってコントロールファイナルは別売りなんですね。あ、そうですね、はい、これを買っていただければ
あとターンテーブルがあれば本格的なスクラッチ環境が作っていただけると、はい、そうですね。コントローラーだけだとできないテクニックとか、はい、できないスクラッチとか、うん、やりづらいそのテクニックがまだまだあるの で、 そうです、ね、はい、本格的にもっと掘り下げて練習するっていうことになって、うん、この S9 だとまあ20万円以上しちゃうし、はい、なんとこれ5万3000円か4000円ぐらい、ね、安い、はい、激安でございますから、それでもう始めるにあたってはもうコスパナンバーワン、はい、あと隣見え隠れしてるミキサーが、そっち動かしましょうか、これパイオニアの DGM250M2 ちょっとカメラを下げますか。 250M2 っていうのはレコードボックス用に DBS ライセンスが入ってて、はい、コントロールバイナルっていうのを買っていただいて、はい、ターンテーブルにつなげばもうライセンスも入ってすぐできますよと、はい、これに XP2 っていうパッドコントローラーを足すことによってパッドの補助もできるということで、うん、この2つを買うと S9 よりも安くておすすめと、はい、まあでも一番安いのはこのヌマークのスクラッチ、そうですね、まあ、コスパナンバーワン、ヌマナンバーワンですねこれ、うん、あとセラートでやるっていう場合この S3 っていうミキサーがあるので、はい、でそれはあのセラートの、DBS ライセンス入ってるので、うん、それで XP1 っていう方法もあります、はい、そのセラートの方だとちょっと高くなるんですけど、はい、まあコスパっていう話を言うと、まあ DGM250MAX っていうのがすごく、まあ2万円ぐらいかな、うん、お得になりますよと、はい、あとは、DGM750MAX、うん、あれも DVS ライセンスが入ってて、これがクラブにある定番モデルでエフェクターもこれ標準ってことで DGM750MAX、はい、そちらもおすすめですので、うん、まあベスト機材今は DJ ミキサー編っていうことでおすすめしていただきましたが、次ターンテーブル、まあスクラッチといえばターンテーブルっていうことで、はい、いかがでしょう、ターンテーブルベストワンは。ベストワンはですね、はい、こちらですね、ベスタックスの PDX2000 シリーズということで、まあこちらちょっと当社でしかまだ販売がないものですが、まあトルク重要ですよね、レゴさん。かなり重要ですね、トルクは。もうトルクがないともう立ち上がりが悪いから、そうですね、スクラッチもやりにくいしジャグリングもやりにくいし、すべ、うん、ての基本はここだと、はい、まあ、通常はテクニクスの、トルク 1.7 っていうのを基準に、うん、まあ、皆さん使いやすい使いにくいを決めてるっていうところ、うんうん、パイオニアさん の、 あの PLX1000 とかはトルク5とかで異常に強いトルクっていうのも基準になりつつもありますが、基準のまあ2ぐらいのトルクっていうところで考えられてて、まあ、変にその安いターンテーブルで新品でトルクが低いものを買うぐらいだったら、もうトルクが高いものでとにかく安いもので練習した方がもう全然いいと、はい、っていう理由から中古の再生品うちではこれ1年保証ついてるんですよ。はあ、すごいですね。でそれで安心してご購入いただいて、テクニクスにもトルクが強い 2.5 プラスこれストレートアームでほぼ張り飛びしない感じ、うん、もうレゴさんの時代だと、はい、まあ、この辺のターンテーブルはもうすごいっていうのはもう、そうですね、僕最初ベスタックス入りなんで、ただこれのまだもう一個古いあの木でできてるやつでしたけど、あでもあれトルク弱い頃ですよね。そうです、ただストレートアームで、はいはい、はい、ですけどストレートアームのやっぱり性能は折り紙付きですよね。ね、当時ねすごい硬ですね。ほぼ全く張り飛びしないと言っても過言ではない感じですかね。なんですかね、しにくいイメージあるんですけど、全くしにくいとかはするのはすると思います。あのこっちが反ってたら反らしたりはあると思います ね、まあ、すね、はい、まずはこの張り飛びに強いストレートアームでトルクも強い、うん、さらにジャグリングとかその2枚使いで有効な裏技があるということを聞いて、これウルトラピッチで一番弱く、あの一番遅くすると、うん、遅く回転してるからジャグリングがめっちゃ遅くできてめっちゃ練習できるという、あ、そういう意味やったんですね、これ。そう、僕は何のためにウルトラピッチがあるのか、ね、当時。いやいや、なんか、はい、その使い方もあるっていう、うん、うちの常連様が。確かにそうですね、うん。それいいかもしれないですね。が見ました。覚えるのに。もう、ウルトラピッチで超低速にして、はいはい、難しいジャグリングとかを分解して練習できる。ああ、すごい。それはすごいですね、うん。っていうのに加え、まあ、本当に王道的な使い方は、このトーンスクラッチ。
トーンとか、うん、はいはい、これで音程を叶えて、うんうん、使うと、はい、っていうことなんですけど、まあ練習法、もう本当に初心者の方におすすめな機能満載。はい、これなんと今、だいたい3万円切って、状態にもよるんですけど、まあだいたい2万5千円から2万円の間ぐらいで販売させていただいている感じなんですよ。はい、で、もう本当に売りたいから、もう本当に余ってるやつを押し付けようとしてるっていうことも、思われるお客様も見えるかもしれませんので、はい、今ちょっと検証いただいてよろしいですかね。どうですか、ちょっと。わかりました。一回やってみましょう。いい感じです。ありがとうございます、はい。視聴者さんのためにっていうところがあると思います。はい、もう本当に正直ぶっちゃけどうですか、これ。いや、めちゃくちゃ使えるっすよ、これ。よかった。はい。これ、レゴさんも本当に一押しなので、はい、ぜひ、これ数量限定で決まって、ね、決まっていてしまっておりますので。はい、ただ1点、スリップマットの、こういうシートだけあったらいいかもしれないですね。あ、わかりました。はい。で、これはまあ、なんていうんですかね。自由とかこういう袋でも作れます。うちのスリップシートっていうのでご選択いただければ、あのプレゼントできるようになっておりますので。はい、あともう一点、これちょっと、すべて完璧に素晴らしいかっていうと、まあ問題点がちょっとあるのが、はい、これマーキング？マーキングがテクニクスと位置がずれると、このプラッターが高い分。ここが高い分、はいはい、それでずれてしまうから、テクニクスのターンテーブルでやったときに、はい、パイオニアのターンテーブルで使ったときに、ちょっとマーキングがずれてしまうと、っていう問題が生じるっていうのと、あとデザインが、ちょっと独自の UFO みたいなデザインで、うん、ちょっと今風なデザインじゃないぐらいが、うん、ちょっと気になってしまう点かなと思うかもしれないんですが、はいはい、もう家でとりあえずもう外見なんか気にしない、もうとりあえずいい環境だけ揃えばいいっていう方には、本当に僕はおすすめかなと思うんですけど、はい、レゴさんはいかがですか？そうですね。僕も外見も特にもう昔に見慣れすぎてあんま違和感はないですけど、全然いいと思います。高さは確かに言ってたマーキングはあるんですけど、うん、でもまあ今マーキングってパソコンがあれつけてするので、ずれることはないので、でね、高さはね、確かに多少気になる人はいるかもしれないですけど、うん、気になるやつこっちを上げたらちょうどいいかもしれないですね。あと DJ セットで、ご購入いただく場合は、なんと、この ET 式、はい、フルコンプリートシールをプレゼントさせていただきます。はい、こちらのシールは、レーベルシールもついて、もう相性のいいコード表、はい、これを貼っとけば一目瞭然で、うん、矢印シール、マーキングシールのバリエーションもたくさんついておる。このシールもプレゼントさせていただきますよと。で、なんと DJ コントローラーにも ET 式採用して練習していただきたいと。はい、そちらには、まあ、一部コントローラーにはなりますが、それは当社のホームページ見ていただいて、対象のコントローラー見ていただくことになると思いますが、ET 式シールサービスさせていただきます。これがあることにより、練習の精度が、ガシガシに上がって、はい、上達レベル、が然上がりますので、うん、超買い時でございます。はい。いや、では、はい、今年も、ぜひよろしくお願いいたします。はい、お願いします。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。